はい、では兵庫、京都、滋賀、三重、奈良、大阪、和歌山が属する近畿地方について見ていきたいと思います。日本で短い、一番短い駅名というのはね、三重県の県庁所在地、津市の津駅というふうになりますね。はい、近畿地方の自然から見ていきましょうか。もう近畿地方の自然でドンと目立つのが、滋賀県の面積の6分の1を占める琵琶湖ですね。日本一大きな湖です。で、これ大きな湖なんですが、珍しいのはこの湖から流れ出る川というのが1本しかないっていうのが珍しいところです。滋賀県内では瀬田川というふうに言いますが、これが京都府に入ると宇治川というふうに名前を変えます。で、大阪府に入るとさらに淀川というふうに名前が変わります。名前が変わるのでね、有名な川なんですけれども、こんだけ滋賀、京都、大阪という近畿地方のね、ど真ん中を流れていく川で、この滋賀の人、京都の人、大阪の人というのが、この川から生活用水を取っていった。農業の用水だったり、飲むための水だったりっていう、そういう水を取っていったという歴史があります。で、その琵琶湖の水を取っていくということで、琵琶湖疎水っていうふうに呼ばれております。で、琵琶湖はそれだけね、近畿地方の水がめなんだっていうふうにね、言うことができる。でも、その琵琶湖がいろいろ問題を抱えているわけですね。例えば工場が出す排水ですね。この排水がプランクトンにとっては実は栄養になってしまって、不栄養化といってプランクトンが大量発生する淡水赤潮というものが起きたりしました。で、それで滋賀県は合成洗剤、リンという物質を含む合成洗剤を禁止するという条例、滋賀県だけの決まりというのを作ったんだというふうになりました。で、さらに琵琶湖の問題は外来魚という問題があります。で、もともと琵琶湖にはいなかったはずの魚が大量にいるので、釣り人がね、その外来魚を取ったら外来魚を回収ボックスというのに、ね、入れていくというふうになって、琵琶湖の生態系をね、守ろうとしています。はい、奈良っていうのは平城京の都ができました。京都というのは平安京の都ができました。この都ができる土地の共通点は何かっていうと、まずは盆地であるということ、山に囲まれているから敵に狙われにくいということですね。で、さらにこの奈良京都というのは五番の目のように道が作られているっていうふうになりますね。これを城防制というふうに言いますよ。はい、で、この奈良京都というのは世界遺産に登録されている建物たくさんあります。もう町全体が世界遺産ですからね。なので普通の一般的な民家も京町屋というふうに言いますが、これも世界遺産になります。だから現代的な建物、これは京都駅と京都タワーですが、歴史的な町の景観を損なうというふうになってしまうので、市街地景観整備条例という、またこれ京都だけの決まりになりますが、条例を作って、例えば3階建て以上の建物を建てたいときっていうのは、府の許可が必要だよっていうふうになっております。はい、次、近畿地方の工業を見ていきましょうか。阪神工業地帯という大きな工業地帯があります。で、この阪というのは大阪の坂を取って阪です。で、神というのは神戸の神を取って神、阪神。ということで、大阪から神戸にかけてというふうになります。神戸側を播磨臨海工業地域という、大阪側を堺仙北工業地域というふうに言っております。で、ここが発展した理由というのが江戸時代にありまして、江戸時代の大阪は天下の台所というふうに呼ばれました。全国の食べ物が集まってくる場所になるわけですね。なので生産者が物を作ったら一旦大阪に集めて、大阪の人が全国に配布していく。全国の消費者に配布していく。その全国の消費者に配布する職業のことを卸売業というふうに言うので、大阪はね、卸売業で栄えたんです。で、それが昭和になっていくと、中小工場、小さな工場をたくさん作って、軽いものをたくさん作っていったわけですね。例えば神戸市のケミカルシューズ、こういうテカテカした靴ですね。とか、泉佐野市のタオルっていう軽いものを作っているっていうふうになります。でも軽いものって、たくさんは売れるかもしれない。けれども、高くは売れないっていうのがあるので、重化学工業が盛んになっていくわけですね。家電製品を作ったり、ゲーム機を作ったり。で、あとはこれ重化学工業ではないですが、芸人さんがね、活躍したりっていう、そんな場所ですよね。でも現代では東京への一極集中というのが強まっているので、例えば大阪にあった会社も東京に本社を移しちゃったりとか、大阪に住んでた芸人さんもテレビ出やすくするために東京に移住したりとかっていう風になってしまって、大阪の地位というのが下がっている
っていうのがあるので、復活を願って再開発というのをしています。例えば大阪湾ベイエリアに関西国際空港という利用料の安いね空港を作って、いろんな航空会社がね、入ってこれるようにしたりとか、アベノハルカスというとっても大きな人が入れる建物としては日本一高い建物ですね。っていうのを作ったりして、人が集まるようにしているんだよ。というのが近畿地方でございました。以上、ご清聴どうもありがとうございました。